はい、今日はね、このグルーガンを爪楊枝に使います。グルーガンを爪楊枝に使ってガチガチに固めます。で、固めてこの割り箸を作る。つまり爪楊枝をガチガチに固めて割り箸を作る。で、その割り箸で食べてみます。食べる。だから爪楊枝をね、まあ、こんな感じにして、こんな感じに作って食べる。やってみます。とりあえず1本目完成しました。爪楊枝で固めた割り箸、これで食べてみます。全然普通につかめる。はい、これがね、普通の割り箸です。
で、今作ってね、爪楊枝で固めて作った割り箸。長さ的にも同じだし、太さがちょっとこっちの方が太いかな。で、あとちょっと見た目がちょっと悪いですね。ちょっと作り方が悪いか分かんないけど、でも結構強度は強いですね。普通に掴めるし。